接触に対する感覚神経終末。右上のセンソリーナーブエンディングズ4タッチである。350倍に拡大した、酢酸処理の手の乳頭 A 手の乳頭の側面図。A ひそ B 触覚固定 C 神経繊維症を持つ、乳頭症神経 D 触覚固定の周りを、螺旋状に走る、その2本の神経線に、E はっきり見えるこれら繊維の一つの終末、B 横断面を示すため、 髪型から見た、感覚乳頭 A 皮相微神経繊維 C 核を含む、触覚本体の外装 D 透明な内部物質、マイスナー固定は、主に皮膚に見られる機械受容器の一種である。解剖学者、ゲオルク・マイスナーが発見した、マイスネル固定とも、皮膚上にまんべんなく分布する。とりわけ集中した部分になると、軽いタッチにも敏感であり、指先、手のひら、足の裏、 唇、舌、顔や生殖器の表面が例である。神秘乳等の表皮直下に多い。マイスナー固定は、ひつつみ性の無髄神経終末で、結合組織被膜に囲まれた水平白層のように、並ぶ、扁平の支持細胞からなる。一本の繊維は、白層の間で、固定の至るところを曲がりくねって進む。固定における、幾分の形態的変形によって、 神経の活動電位がもたらされる。すぐに順応し位相性を持つため、活動電位は速やかに減少し最終的に消失する。刺激がなくなれば固定は元の形態に回復し、その間また一斉の活動電位を生み出すのである。神秘においては表側に位置するため、部分的に接触や振動を感じ取れる。しかし、上記の理由で皮膚に何かが触れているという情報しか、 信号を送れないのである。月などの強い圧力感覚はパチに固定から生み出される。パチに固定は神秘のさらに神部あるいはいくつかの自由神経終末に位置し、唯一の他の相性触覚機械受容器である。他にもマイスナー固定は通覚を感知しない。これは通覚は自由神経終末にのみ信号を送られるからである。ありがとうございます。